はい、皆さんこんにちは。今日は2021年の8月の30日月曜日、対案の日ですね。対案ということで、なんかね、いいことがあればということでね、見てみるとね、このキハ85の1114がですね、一時期的にですね、この前の金曜日でしょうかね、ヒダ5号についていたんですけどもね、これがね、見事返り咲きということでね、南紀湖の方に復活しました。しかも一番端の車両ですのでね、レアチャイムは聞けるというような状況でございますね。はい、そんなことで、ね、私立沖縄今日はなるべくね、スタートしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、車両区ですね、向こうのね、キハ25はね、1112だとね、思いますのでね、一応記載をしておきました。この辺りもちょっとね、変わっておりますね、編成が変わっております。どういう風に変わっていくのかなっていうところですね。向こうなるべくね、見えるところはちょっとね、一応どんな車両がいるかっていうのをね、拾っておりますが、多少ね、違っていることはあったりしますのでね、ちょっとその辺はご了承ください。なんとかね、細かい状況に見るようにはしてますけどもね、なかなか難しい時はあります。はい、南紀3号につ4両編成ですね。増結数が204ということでね、中間車が203か、増結数が204だったらね、またね、お盆の時のような形になりますね。204同士が並ぶということでございます。さあ、飛騨5号でございます。飛騨5号についても時間がなかったので、カメラでね、ちょっとね、撮っております。だから、なんかエンジン音とかね、そういったものはちょっと聞こえておりませんけれどもね、こんな感じでね、いつもの増結なしでね、なっております。さあ、6号車、あと5号車ですね。5号車は202を取って、この車番をね、取ってから取ったんですけども、もうね、すでに出発をしてしまいましてね、それほどやっぱりちょっとね、時間がなかったということでございます。はい、やっぱりスマホで撮る動画とビデオカメラで撮る動画では音の迫力が全然違いますね。そんな感じでございますね。こちらスマホでございます。音がちょっと小さめという形でございますね。さあ、変わりまして、次南紀2号でございます。南紀2号の入線でございますね。こちらビデオでございますね。音声がね、かなりね、入ってきておりますね。さあ、これで動画終了でございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。また明日も撮ってまいりますので、ぜひともご視聴ください。チャンネル登録まだの方はぜひともしていただけると助かりますので、よろしくお願いいたします。それでは、さようなら。